どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはバンプオブチキンのセーリングデイ。こちらの曲をこの ガズレレウクレレ簡単バージョンでやってみようと思います。これワンピースの映画のね主題歌にもなって、もうこれはもうねアニメ好きからロック好きからバンプ好きまでやっちゃいましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にしたガズレレ流簡単バージョン4つ引きで、これではかっこいいですけどね。はい、で後半はですねかっこいいバージョン、これはもうバンプオブチキンといえばもうザーッと突き抜ける疾走感、これを表現してねリズムもねノリノリでやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くのもいいですけどやる方がもっと最高なんです。ぜひ皆さん音楽ねやる楽しみをね、知ってもらいたい。もうほんとこれ最高なんですけど、でもねそうやっておすすめするとですね、私はやりたいんだけどきっと無理なんです、私昔から音楽全然才能ないですとか、楽器チャレンジしたんだけど挫折しましたという方多いんですけど、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube を見ながらウクレレで触ってウクレレでだったらです、あっという間にもう本当にすぐできますから。はい、このガズレレではですね楽器触ったこともない方がもうあれよあれよと弾き語りができるプログラムがございまして、その通りに YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけでもうどんどんできますからね。今このガズレレを見ながらもう世界中の方がもう何万人もウクレレで音楽始めてます。皆さんも続いてください。 YouTube ですから基本無料ですからね、やりましょう。ここにリンクあります。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで弾けるように簡単レッスン動画ですよ。レッスン動画がもうすでに1200曲、すごいでしょ、もうすでにアップロードされております。まあ毎日追加していきます。さらに増えていくんですけど、最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の勧める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲もね、アニメソング、映画の曲もうこれもそうです、ロックの曲もいっぱいありますから、ぜひ皆さんこれから音楽聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やってみましょう。バンプオブチキンのセーリングデイ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1 2 1 2 3 4。Let's a believer, 目いっぱい運命
し出す灯台セーリンデイ舵を取れ嵐の中嬉しそうに大旗愚かなドリーマー Yeah 誰もがフリーバー永遠のドリーマー Yeah せーのバンプオブチキンのセーリングでガズレリルシンプル簡単バージョンやってました。いやーもうほんと四つ引きでもなんかこう言葉のねリズムがもうぐいぐい前のめりに来る感じでやっぱりロックのこの熱を感じるんですけど、歌詞もねもうすごいですね。セーリングで舵を取れ冒険の日々とかなんかこうほんとこうもうルフィの気分になれるという熱い曲です。ぜひ皆さん大いに歌っていきましょう。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレリルオリジナルをショートカットバージョンでございます。フルコーラスでやりたい方2番の歌詞とかこう書き出していただくとコード進行しつつからねオリジナルの楽譜を書き出してください。で動画とね今のシンプル簡単バージョン動画のテロップを見ながら一緒に合わせられた方、それしばらく練習してちょっと慣れてきたらやっぱり自分で書いてですね自分で紙を見てご自身だけで演奏してみるのをお勧めします。そしてこれ今からこのノートをガズのノートを写すんですけど、このノートが皆さん手に入ります。これガズクラブという今度新しいシステムで、これがですね今日か明日か明後日ぐらいには皆さんのお手元に届く、毎月5曲 PDF が届くという新しいクラブ活動が始まっております。この中でもいろんな企画がありますんで、これぜひチェックしてください。ガズクラブここに貼っておきます。はい、そんなわけでちょっとご覧いただきましょう。ですね、この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンでこのリズムを使いますということですけど、ここは今前奏ですね。はい、でここの矢印とかこれあとね下に書いてあるのは大体こうかっこいいバージョンでやる指令ですんで、後で解説していきますから、ひとまずは今上の段を、これロックの曲がこのワンブロック4つ早いんで 1,2,3,4,1,2,3 こんな感じですんで、ちょっといつもよりちっちゃめの表記になってるんで言葉がね相当細かい、あの文字はひらがなで私が書くんでね、ちょっと見づらいなという方は動画のテロップを一時停止して書いてもらった方がいいかもしれません。一応参考までにこんな感じで書いてるよということで写しておきます。はい、まあ動画のテロップで清書するのはいいかもしれないです。こんなちょっと分かりづらいところはこのね低音でリズムを測ったりしてるんですよ。はい、参考になればということでございます。はい、いかな、じゃあここはい一時停止でね、これなかなかねメモりたいけどメモる時間が取れないって方、ぜひガズクラブで落としてくださいね。はい、時間ある方はゆっくり書いて、これ書くのがやっぱり一番あの身にはつくと思うんですけどね。はい、でここは途中感想、前奏の感想みたいなのを入れて、はい、そしてサビの繰り返しになります。このねサビの畳みかける感じが熱い、このメッセージソングね、はい、熱量とともに歌いたいですかね。はい、でここ最後エンディング、こんな感じになって終わったということ。さあ、出てくるコード解説します。これ結構コードはシンプルなんですよ。いきますよ。C と Am と F と Dm、G7 と Em7。これコード6個です、これ。すごくない？セーリングデイってね、コード6個なんですよ。はい。しかもこの6個はいつも出てくるガズレレでも超基本の入門コードのグループ6個です。これ、ドン！ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードのグループなんで、入門コードということになります。このガズレレ必須コードって一体何という方？これはですね、ウクレレで音楽始めようと思った方が一番最初に覚えてほしいというふうに、考えている。ガズレレ独自ってわけじゃないな。ウクレレにとって本当これはもう覚えてもらいたいコードっていうふうに知っておきましょう。それを私が勝手にガズレレ必須コードというふうに名付けております。ウクレレにとってですからね、これ他の楽器ではそんなあれなんですけど、でもね、そのグループでしょ10個ぐらいあるんですよ。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらこれ指1本で押さえられるというコードも、これも1個のコードですからね。それでね10個をいっぺんに覚えようと思ってもそれでもねごちゃごちゃになるじゃない。1個ずつは簡単でもいきなり10個はね覚える。そこで私がですねめちゃくちゃ分かりやすく頭にコードがスイスイ入って覚えられる動画を撮ってます。ここにリンク貼ってます。この動画見たらですねもう面白いようにコードが覚えられるという、すごいいい動画ですんで、ぜひご覧になってください。その10個のコードの中のうち、今日は6個が出てきます。これはですね、超入門コードなんで、今のシンプル簡単バージョンはこれ、弾けると思いますよということです。はい、そういうことで、今のシンプル簡単バージョンは、じゃんじゃんじゃんと4つ弾きで、この言葉をこう、言葉のメッセージでこう、グワッといった感じなんですけど、じゃあ、こっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはコードはまるっきり一緒ですけど、何が違うか。やっぱりそれはね、リズムなんですよ。リズム、グイグイ行くリズム、やっぱロックの疾走感、基本的にはこのリズム、ドン8ビートのチャというリズムです。こんな感じのリズムです。精一杯埋めていこう世界不正解、これドンタトンタタトンタトンスタタカトンタトン、このドンスタタスってこのドラムをねこう突き抜ける疾走感、この8ビートのチャ
チャっていうのもドラムのドッタッタッ、このタッスネアドラムを表現しているということで、この8ビートのチャというのが基本になります。そしてですね、じゃあ一応8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画でちょっと練習してみるのをおすすめするんですけど、まずこの8ビートのチャはですね、その基本になる8ビートという基本リズムができた上での話なんで、初めてストローク挑戦する方はこの8ビートから、さっきのリンク先のところにありますからね、8ビートができた後に8ビートのチャ挑戦してノリノリでやっていきましょう。ちょっと疾走感があるんで、ちょっとこう勢いがある感じの8ビートのチャがいいと思います。はい、そしてですね、この一番最初のところの目を閉じた層の中にって、 A メロのド頭のところちょっとここで弾き方変えてます。はい、ドン。このブリッジミュート奏法という弾き方でやってみると、たまにこれロックっぽい曲で出てくるんですけど、ブリッジミュート奏法っていうのは何かっていうと、このウクレレを見てもらいたいんですけど、ここの部分をブリッジと言います。この弦がここにちょうどピッと出てるところね、ここをミュートするってことなんですよ。どうやってやるかっていうと、この右手のここの部分をですね、ここにこうやってこういう風にちょっと触れる。はい。そしてここで弾くわけ。じゃあここで Am コードを押さえて、音をね、普通だったらこうなるでしょ。ここ音を潰してミュートするわけです。そうするとこんな風にちょっと音を鈍らせるっていうイメージですね。で、そうするとやっぱりいつもこの辺弾いててもちょっとね、ここに手をここに置くもんだから、この辺に弾くところになっちゃうんですけど、こんな感じになります。ワン、ツー、スリー、フォー、セーブ。目を閉じた層の中に見えたかすかな眩しさを掴み取ろうとした、愚かな自分は。こんな感じ、ちょっとおとなしい感じ、音が止まってるでしょ。普通に弾いたらこうなのに、ここをこう止めてるから、はい、こんな感じになります。これをブリッジミュート、ここの本当この一番最初だけですけどね、これを用いたいと思います。そしてですね、曲の中でこのマークが結構出てきます。このマークは矢印マークですけど、シンコペーションといって、リズムが前にスココーンとこう入ってくるやつでございましてですね、この表記はガズレレオリジナルのね表記ですけど、他の楽譜では出てきませんが、この矢印があるところは前にゴーンと突っ込んできてねということでですね、B メロのところでいっぱい出てきたりします。たまに出てきますけど、このマークちょっと今 B メロのところね、コードテロップ出してやってみましょう。どうにかまた僕は僕をやめないでいい、わかった。リズムがスコーンと前に来るでしょ。 Em7 と C の前に矢印があって、どうにかまた僕は僕をやめないで生きてる。はい、矢印が入るところでスコーンと食い込んでくる。こういうところ、このシンコペーションマーク、お見逃しなく。結構はそこかしこに出てきます。A メロの中でもね、出てきたりするんでね。これがね、決まるとかっこいいんですけど、入ったり入んなかったりするところが結構ね、難しいというか、はい、ちょっと挑戦してみてください。あ、そして言い忘れてましたけど、その一番最初のドイントロで、ここ見てください。C、G、7、CF。ちょっともうテロップも書いておくんですけど、ここはね、カッティングを本当は使うんで、こんな感じ。はい、あ、ここにもシンコペーション出てきました、ね、イントロのところにも。ここの矢印もそうだけど、その今多分課題にしてるのはその前のね、ドイントロです。ダダッ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 、ここダダッって音止めてるでしょ。ここ右手で止めてもいいんですけど、これでもいいですけど、左手で止める方がよりなんていうかキレがいいんですよね。こういうのをカッティングと言います。で、カッティングの弾き方はさっきのリズムいろいろのところにも書いてあるんで、ちょっと極めたいなと思った方はカッティングをちょっと練習してもらうといいかもしれません。そのカッティングなんですけど、いろんなところで出てきます。ブリッジ一番、サビの最初終わったところの、このちょっとテロップって書いておきますけど、セーリングで舵を取れ、夜明けを待たないで、思うはた愚かなドリーマー、ダダダッツッツッ、このダダダッ、ここも3回弾いて、本当はね、これ2番が始まるんですけど、ここショートカットでブリッジに行くんで、ダダダッと一回カッティングして、その後、ブリッジパート、誰もがみんなに行くんです。ここでね、リズムちょっと変えます。カッティングを使ったフレーズで、こんな感じ。誰もがみんな、それぞれの船を出す、それぞれの見た眩しさ。これ。ダッ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 って止めるんですけど、これね、やっぱりね、カッティングがいいんですよ。で、右手で止めることもできるんです。ちょっと忙しい。なんか、ちょっと忙しいよね、右手だと。やっぱりカッティングになると思うんですけど、これ、わかる？左手で音を止めて。これカッティングって言うんですけど。誰もがみんな、それぞれ
このパッ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 ってできるとかっこいい。これはね、バンプオブチキンバージョンではドラムのスネアがダツ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 、ここは結構ね、こうノリが変わるところなので重要なんですけど、もし難しかったらここ4つ弾きでいいと思います。誰もがみんなそれぞれの、これでもかっこいいんで、ちょっとここだけ8ビートから変えましょう。で、カッティングにできる人は誰もがみんなそれ、ここパッパッパって止めて、そんな感じでこのカッティングとかも入ってきて、よくちょっとこれ冷静に考えてみると、セーリングでなかなかこういろんな、あの結構高度な技も入ってくるんですけど、基本的には8ビートのチャノをぐーっとこう前にね、こう突進して、ほんとこう、うなば、大うなばらをこうかけ分けて、こう、海賊王に俺はなるぜみたいな、そういうテンションが大事だと。やっぱな、ワンピースのイメージがすごくやっぱこれ、歌詞もですね、やっぱこうドリーマーとかビリーバーとかこうほんと信じる、俺はやるみたいな、そういう熱量があるんで、そういうイメージを持ってやるとですね、さらにこのロックの疾走感、前のめりの感じが出せると思います。熱くいきましょう。それではやってみましょう。バンプオブチキンのセーリングでガズレレルかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。眩しさを掴み取ろうとした、ボーカルドリーマー伸ばした手は閉じた目に映らうラケットに触れる、射程距離から随分遠く滲む、どうにかまた僕は僕をやめないで生きてる、たった一度笑えるなら何度でも泣いたっていいや、精一杯運命に take on、不正解の判断、自分だけに許されたキャンディ、セーリングで舵を取れ、夜明けを待たないで、大旗を分からず今、誰もがみんなそれぞれの船を出す、それぞれの見た眩しさが灯台なんだ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー、やっぱりもうロックの血が騒いじゃいます。こう前のめりね、トン、もうほんとね、このウクレレ一本であのなんつうの、パワーが出せる。これをね、一応目指していくといいんじゃないかなと思うんですけど、はい、ロックの曲もウクレレでやるとね、ほんとね、かっこいいですよ。こんなちっちゃいのに、まあ、すごいエネルギー感じます。皆さんもどんどん、やってください。家で練習しといて、今ね、ちょっとコロナで、外に出れそうな雰囲気なんで、ほんと公園とか行ってね、ほんと思いっきり歌ったりとかするといいと思うんですけどね。まあまあ音楽楽しんでいきましょう。このガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。いいねだとか、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いします。音楽聴くよりやる方が楽しい。よろしくお願いします。さあ、ガズレレのご案内なんですけど、さっきもちょっと言ったんですけど、このガズクラブ。ガズクラブっていうのはこれ書いてありますけど、毎月5曲ね、皆さんの手、お手元に届ける、今日のこの楽譜も、今日か明日か明後日か、その近いうちに、なるべくこう早めに、ダウンロードできるようにしてるんですけど、今まで私が撮ってた時はほとんどね、お手元に届けられると思います。もちろん権利でちょっと難しいのもあるんですけど、いろいろ探して、それをですね、5曲撮れるということと、あとね、このガズクラブ内限定イベントというのが企画されてます。6月6日の14時から。これはですね、ガズクラブの会員様だったらですね、クラブ員様だったら無料で参加できますので、ぜひぜひ、ちょっと見るだけ見といて、ガズクラブってどんなのか、ここにリンク貼っておきますね。
はい、であとですね、いろいろ情報があります。この今使ってる、いつも使ってるガズのわがままウクレレ、これはですね、事前予約注文がありがたいことにも完売してしまってるんですけど、近々もう本当あとちょっとで、再予約注文受付になると思いますので、またご案内お待ちください。そして今、ご予約いただいている方、大変お待たせ、コロナの影響もあってちょっとね、後ろにずれ込んでいる風ではあるんですけど、もうお待ちください。モジャ君も40度のベトナムの中で、モジャ君はじめベトナムジーラボチームも張り切っておりますんで、よろしくお願いします。あといろんなグッズありますよ。いつもこれキャップとか、これ T シャツ、このストラップ、このストラップは私のハニー小杖さんがハンドメイドで一本ずつ作ってます。このジョイントレザーもちゃんと付随してますんでね。であとはこの水引き、これ私の両親、水引き歴50年です。長野県飯田市というところで、うちの両親がハンドメイドを作ってるやつだとか、これがいいです。これはウクレレが入るスタイリッシュな、スタイリッシュなガズレレって書いてある。はい。これね、リュックサック型ウクレレケースなんですよ。これがすごいいいんで、横持ちもできます。こういう風に持って。これビジネスマンの方もいいし、これね、主婦の方もこれね、いっぱいね、これでかいんでね、コンサートウクレレ入ります。コンサートウクレレ入るし、この中にポーチが入ってて、ここ譜面台とか入れられるポーチだとか、ちっちゃいポーチも、これ取り外しできるようになって、ここにチューナーだとかいろんな小物とか入れたりとかできて、これをね、ここで持っても本当になんか旅行にもいいし、ウクレレも入る気持ちで、これ大好評です。このリュックサックの方もぜひよろしくお願いします。あとアプリがあるね。アプリ。これもね、近々曲数がドーンと追加されますんで、こっちも1曲ずつダウンロードできるようになったりとか、もうあっちからこっちからガズレレ盛りだくさんでございます。はい、ガズレレ .com でチェックをよろしくお願いします。はい、そしてどんどん行きます。はい、こっちの本、リットミュージックから出てるこの緑の本と黄色の本。こちらがですね、また重版がかかりまして、もうこの2冊だけでどんぐらいだろう、7万部に迫るぐらい人気になってます。ありがとうございます。はい、これもぜひおすすめなんです。こっち100曲入り、こっち50曲入り。さらに6月18日でこの本、赤い本が出て、こっちもですね、今ただいまアマゾンなどで予約受付中でございまして、こっちも100曲入ってますからね、簡単楽譜になってます。皆さんこの本とかもご活用ください。音楽聴くよりやる方が最高。しかもね、やっぱウクレレに合う時期というか、だんだん暖かくなるから、さらにウクレレ楽しくなると思います。皆さんどんどん音楽やっていきましょう。はい、またこのガズレレ YouTube ご覧になってくださいね。ありがとうございました。さようなら。